やろう。はい、はい、お願いします。お願いします。と、今回は第2回目だね。パート2だけど、パート2じゃないけど、日本人、別の日本人の友達、パーチェスにいる別の日本人の友達とに、そうじゃなくてに質問をしたいと思います。はい、はい、じゃあまず自己紹介、名前とメジャーと学年からどうぞ。カズキって言います。で、メジャーはシアターのパフォーマンスで、ジュニアの年、そうだね、3年目です、うん、トランスファーだね。トランスファーです。ロックランドコミュニティカレッジってところが、まあ、同じニューヨーク州の近くから40分くらいのところにあって、うん、そこ2年生の大学でそこを卒業して、で、編入って形でパーチェスに来ました。なんかコミュニティカレッジはよくわかんないんだけど、うん、州立とかそういうのがあるの？あるある、あるんだ。ロックランドも数に、あ、で、数に同じ州立大学系列で、だからトランスファーしやすかったってのもあるかな。そうだね。単位は結局、単位は64か5ぐらいまで稼いだけど、48ぐらいがカウントされた、トランスファークレジットとしてカウントされたのは48ぐらい。だから RCC で受けたジェネラルは全部こっちのジェネラルとして加算されたけど、シアターのパフォーマンスってちょっと変わったというか、そうね、ちょっとユニークなメジャーやから、うん、俺が受けてたのはアクティングパフォーマンスのアクティングっていうメジャーやったから、なんかそこはちょっとなんかややこしくて、そうでもなんかこっちにもパーチェスにもアクティングがあるじゃん、別でメジャーで、でもアクティングメジャーの単位としても加算されんかったから、メジャーの特色がこうさ、強ければ強いほど、ユニークであればユニークなほど、うん、多分行こうっていうのが多分できないんだと。そうね、それ特有、そこ特有のクラス受けんといかんから。来年で卒業？そうね、来年。そっか、次のスプリング、次のスプリングセメスターでとりあえず卒業のつもりだ、うん、途中で iPhone のストレージが終わったんで、うん、もう一回撮り直しです。はい、テイク2、まあ、大変だね。うん、ワンセメ20ちょっと、そうね、か20、なんかまあ次夏セッションで4クレジット取るから、そっかそっかそっか、うん、20も1セメで20もいらんぐらい、うん、okay、 まあ現実的ではあるけど、金銭面的にはかなりきつくない？だって、まあ、そう、あのコンバージェスの、うん、あの夏冬セッションってバカ高いから、まあね、いや、それはもうどこでも高いけど、ね、やっぱもうワンセメ、なんかどっちかしかなくて、もうワンセメスター伸ばすか、夏セッションとか取りつつ取ってやるか、どっちかでも、ね、フォールスプリングのやつを軽くするか、絶対夏セッション取った方が安く上がるし、うんうん、確かにそれは言えてる、ね、高いけど、単価は高いけど仕方ない、ね、もう仕方ないね、それは、うん、早く方向しますね。ここで謝らなくても大丈夫です。単位って一番結構シビアなところだよね。だから120よりも 0.5 足りなかっただけで卒業できなくなるとかさ、そうそうそう、そういうのもあるし、そう、俺的にはこれだけトランスファーできる、クレジットをトランスファーできるっしょと思いながら来たら意外と困った。絶妙なところだね、それは。やっぱこっちに、こっちの大学に行こうとか、こっちに編入しようみたいな、もう変わったから、余計それもあったかな。え、どうやってそのパーチェス見つけたというか、その前のコミュニティカレッジから、うん、なんかどういう経緯で来た？また、はい、こっちの語学学校、高校卒業してすぐにこっちの語学学校、ニューヨークシティの語学学校に入って4ヶ月間ぐらい、5ヶ月か、まあ、多分計算したら4ヶ月みたいな。あ、多分そう、多分4月の中旬からとかさ。あ、そうそう、4月の本当、4月16日の金曜日からね。よく覚えてんな。3ヶ月やったはずないけど、1ヶ月伸ばしたけん4ヶ月になって、まあ、そこで語学の勉強、英語の勉強をしながらどこの大学に入学するかを考えてたんだけど、まあ、ニューヨークシティに近くて、うんうん、
パフォーミングアーツのあるコミカレっていうのを探しとったらやっぱロックランドが一番上に来てて、まあ、調べるとまあまあ評判も良かったし、パフォーミングアーツのシアターのメジャーもあったから、お、受けた、受けた、そうそう、受けたというか。シアター以外のやつ何があったの？結構リベラルな、リベラルというかいろんなジャンルのメジャーがある大学で、コミカレで、パフォーミングアーツの中だったらそれこそダンスもあったし、あとミュージックもあったし、グラフィックデザインとか、そうそう、グラフィックデザイン、ファインアーツとかもあったし、あと結構多かったのがビジネスとかエコノミックの人も、パーチェスないからさ、そうですね、パーチェスはやっぱりアート系が多いやん、それしかないからね、なんかその面ではすげえなって、すごいインスピレーションもバンバン来るし、いいな、いい環境だなとは思う。コミカレで2年やって、パーチェスにそのアプライするのは準備し始めたのはいつ？1年生終わったの？もうね、入学する前からトランスファーをするとはもう決めてた、うん、まあ学校は決めてないけど、その大学を探し始めたのは2年目、そうね、1年生が終わった後、アプライのことを考え始めたのはもう最後のセメスター。へえ、じゃあ2年生の半分終わってからとか。半分終わってから、うん、だからまあまあゆっくり見ではあったかな。で、最初はニューヨークシティにある4年生の大学、うん、に行こうとしてたんけど、まあ、そこのオーディションに行ってアドミッションももらって、スカラシップももらったけど、なんか調べてみると1年目からしか入れないみたいな、編入したらもう4年行かないといけないみたいな。そう、しかもジェネラルはもう取ってるから、スカスカやのに4年おらんといかんみたいな、いや時間無駄だわと思って、そこはやめたいの。やばい、どうしようどうしようって探しとったら、パーチェス見つかって、まあ、パーチェス一応スーニー系列、うん、ロックランドもスーニーやったから、そこはすごいコネクションが強くて、パーチェスのアクティングはね、オーディションが強いからね、受けたかったけど、もう締め切りもう終わってたし、コロナも多分さ、アクティングも多分パーチェスのアクティングも4年だと思う。あ、そうよね、 BFA やけん今の選択肢はすごい、あんまり広くはなかったのか。そうそうそう、そっか、 BFA の方がやっぱり専門的なそうだねことに結構フォーカス当たってるけん、キャリアとしてもやっぱそっち方面に行っちゃうよ。でも俺はなんかどうしてもそれはなんかちょっと嫌で、っていうのも、っていうのもなんかアメリカに留学するのも選択肢を増やすために来てるから、うん、それをどんどん狭めるのは嫌で、逆に俺は広げたくて、だけん BA を取った、うん、BA の方がやっぱリベラル寄りだから、できるね、そうそう、取ったんやけど、やっぱ BFA になるとコミカレ分がね無駄になるなと思って、マーケティング、ここのパーチェスのマーケティングも、まあ、断念して、連絡、そのパーチェスの人に連絡したら、うん、THP シアターのパフォーマンスっていうのがあるよみたいな、多分それが一番フィットするんじゃないって言われて、まあ、調べたらすごい良さそうだったからそこに選んだ。アクティングはすごい、そうそう、アクティングはすごいなっていう、クラス自体がアクティング1、アクティング2みたいなのもあるんだけど、体感的には RCC で受け取ったアクティングとかのクラスと比べて全然変わんないなって。ああ、そっか、それなら多分シアターはもっと大きいから入りたいよね、いつか。まだ入れてないから。PSC、 あ、PSC ね、あと、ビルディングの方、ミグアツセンターとか、そう、あ、でかいね、あそこ、本当に。あ、でかいね、やっぱ、なんかみんな言うけんさ、気になるけど、まだ入ったことない、そっか、テプシコしか入ってない。入ったの、でもそれでも、あれですか、なんていうか、テプシコちっちゃいさ、すごい、なんか横のさ、扉から、花道で、ちっちゃい、これじゃねえよ、と思いながら。やっぱ全然違うね、環境が違くてすごいいい。やっぱこっちの方が合ってるなって自分で思う。ね、なんかどんなところが違う？量もなかったし、あるし、そうなんだ。そうそう、だから学校行って授業受けて終わったら、まあステイ先のホームステイのところに帰るとか。いや、学校の大きさが全然違う。そうね、まあ物理的に言うと多分3倍ぐらいは大きさは違う、違う、うん、ループとかないし。あ、そうなんだ。そのぐらいちっちゃいけど、生徒の感じはどう？そう、生徒の感じがやっぱアート系じゃなくてリベラル系の人が多かったから、真面目系の人とかがどうかな、ゆったりと行きますよみたいな、なんていうの、そのマイペース、そうそうそう、やっぱさ、こっちのドメスティックの人ってさ、コミカレ、ドメスティックでコミカレ選ぶ人は多分ゆっく
くりこう進んでいきたい、うん、だから2年で卒業とかじゃなくてみたいな人が多いよ。真面目な人か結構ちょっと適当な人どうかな。だからパーティスは逆になってるだろう、自分のやりたいことに頑張ってこう必死ですみたいな人が多いけん、あこの人頑張ってんなみたいな、あこの人もすごいなみたいなのがすごい伝わる。でなんか自分も頑張らんとなみたいな影響はすごい受ける。情報収集とかってどうやってやった？なんか例えばその僕とか多分サキラとかは、うん、日本から、そう日本から直だったから全然何も知らない。あでもサキラは一瞬ちゃんとワンセメニューヨークに行ってたんですよね。だから僕とか僕この学校にいる人が僕だけかな。なんで逆になんで見つけた？なんか大学の斡旋機構っていうの入ってて、はいはい、最終的には別に入らなくてよかったと思ったんだけど、今この話はまた別のしようと思ってでもそこがたまたま提携先にあった大学がここだったので、なるほどね、まあ、とりあえずよくわかんないけどとりあえず全部調べてみようと思って調べたら結構良さそうなダンスの大学だった、まあ、もともとそのダンスメジャーだけだったから、うんうん、でコミカレ、まあ、縛られてるもんね。そうコミカレのダンスメジャーをはこういう4年生大学のダンスメジャーで BFA とか BA とか正直よく分かんなかったの、うん、全く。だから、まあ、とりあえずこういろいろ探してみてで、まあ、ここ以外にもピッツバーグとか、はいはい、はい、いろいろ見てみたんだけど、まあ、その中だったら、まあ、なんか一番パーティスがなんか良さそうだなって思ったんで、うんうん、ね、ダンスめちゃ強いってイメージはあるもんね。全然知らなくて、それもすごいね。でも偶然としてもそうそう偶然いい、ね、本当に偶然で浪人する前は、うん、パーチェスをアプライしなかったのね。あ、せんかった。そうでよくなんかそこら辺も全然よく分かんなくて、なんかオーディションがあるのかないのかよく分かんなくて、なんかそういうなんか、うん、本当はカリフォルニアのコミカレに入る予定だったんだけど、うん、もうそこを蹴ってでもう一回自分でやり直しますで他のところにしますっていうのをもう本当にギリギリの4月5月とか言って、そんなギリギリで、ね、そうで1年間浪人してでまた別のところに行って、別のところはもうなんていうか本当にアメリカ方式、うん、だから斡旋側がやるんじゃなくて僕と一緒にもう全部普通の一般のアプライと同じように、だから、はいはいはい、なんだっけコモンアプリケーションとか、うん、そういうのを全部使ってオーディションとかも全部資料とか全部書いて送るみたいな、そういうのを全部一緒にやるみたいな、うん、そう感じだったから手伝ってくれるみたいな。そう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 、だからそのちゃんと分かった。なるほどね。そのオーディションがあるんだみたいな、でヘッドショット送らないといけないんだとか、うんうん、なんかどういうダンスがリクエストされてるから何を準備しないといけないとか、そういうのも全部分かったから行って、でパーチェスは普通に受けてなぜか受かったっていう。いやなぜかじゃないよ。でなんか5個大学5個受けたんだけど、あーはパーチェスが第1で、で第2第3第4第5前あって、第5と第4は受かって、第3と第2落ちて第1。あ、そうなの。でも第1受かる感じで、それでそれだけで第2と第3落ちたので第1受かったよみたいな感じで、うん、結局入った。まあでもなんていうの、その2つは英語力が足りないですって言われて落とされた。そうよね、ダンスだけ見ると絶対に受かるやん。大丈夫俺でも思った、うん、ダンスはいいけどみたいな言われて、そ英語がね、そう第二志望のところはダンスは大丈夫かなっていう。そうですね、ちょっと不思議な感じだったけど、まあ、結果的にパーチェス入ってよかったかなってやつ。そうね、ここ以外だと、まあ、まずこれが高い、お金がもうめちゃくちゃパーチェス安い方がなって思って、それは全部数人、うん、数人じゃない、全部違う、数人安いの、数人が一番安い、うん、で、かつニューヨークシティに一番近い数人系列で、うん、そうね、そしたら一番良くないって思って行ったら花見さんがいて、あ、そうかそうかみたいな感じ、そういう助けられたし、いいね、なんか全部がうまくいってる感じが。そうだね、なんか、うん、でもなんか最終的に結果じゃん、いいか悪いかってさ、ね、別のところ行ってたら別のいいところもあったかもしれない。だから最終的にその後悔しない選択ができたのは良かったかなっては思うけど、うんうんうん、まあ、偶然が偶然呼ぶって感じで、そうだね、助
せられるのはすごいいいと思う。運命力がね、そうあるの。そう。こう信じてる。多分ここまでいくとなんか、あ、運命だったのかなみたいなさ。いやだってそう、なんか決めるときは絶対直感も大事だし、ね、それが。それはそう。本当にコミカレ入らなくてよかったと、僕はコミカレ入らなくてよかったなって思う。あでもなんかやっぱダンスのクオリティとか、 なんか改めて見ると演歌行ってたら僕が下手くそになっちゃうって思う。そうそうそう、やっぱ俺もそのコミカレおった時にダンス、うん、見とったけど全然違う。パージェスと比べると今考えるとね、あれダンスやったんだなみたいなぐらいのクオリティ、うん、なんかでもその時はすごい、あすごい、だって俺ダンスで素人やから、うん、すごい、あんな動きできてすごいとか思ってたけど、メジャーじゃない人が踊るぐらいのクオリティだから、だけこっちに入ってこっちに入ってダンスメジャーの人のダンスを見て、すごいなみたいな、表現の仕方がなんか違う、エナジーも違うし、すごいと思ってね。やっぱコミカレ選ぶ人って多分ね、リベラルとかそれこそなんてもっとアカデミック系の人はコミカレ行くのもありかなと思うけど、アート系、あそうだね、選ぶんだったら特に BFA、 小さい頃からやってる競技とかさ、うんうん、それこそミュージックとかダンスとか、あとスポーツ系、そうね、スポーツ系とかはもっと高いレベルに自分があるのに、それに合ったところに入れないと結構大変かなって思う。うんうん、なんかう、ね、アメリカでずっと暮らし生活してたらもうやっぱりわかるじゃんそれは、うんうん、でもさ日本だからさ、ね、日本から突然アメリカに行くってなると、ね、行くってなると それがあんまよくわかんなくて、違いがわかんないけど、なんかとりあえずそのわかんないから斡旋機構のところに入ろうって言って入って、その人たちを勧めてくれるからその通りに行ったら終わるので、うんうん、自分で調べてっていうのが重要だけど、今ここでちゃんと説明できないから、それはまた別の話です。